フリーアナウンサー、大橋美穂、44、が6日、フジテレビ系、ワイドナショー、日曜前10:00に出演。日大アメフト部の寮から違法薬物が見つかり、21歳の男子部員が逮捕された事件について苦言を呈した。日大は5日、覚醒剤と大麻を所持したとして寮に住む部員の男の逮捕を受け、アメフト部を同日から無期限活動停止処分とするとウェブサイトで明らかにしている。大橋は、名前のある運動部だからこそ発覚したものの氷山の一角で、大学生の間では薬物っていうのが身近な存在になってるんだろうなっていうのは感じました、と語り、ニューヨークにいた時に娯楽用大麻が合法化されていて、独特な香りが街中でしてるんですよね。これ何？って聞くと、マリファナだよ、って、と実体験を交え見解を語った。こういうのを引き合いに出して、大都市とかで合法化されてるんだから、日本は遅れてる。いいじゃない、みたいに言う方も中に入るんですけど、私はやっぱりそれはへりくつで、正当性がないものだと思ってて、とぴしゃり、吸いたいのであれば、まず法を変える運動から始めるべきだし、順序が違うなと思います、と指摘した。日大アメフト部の寮を家宅捜査した3日は、岐阜県の朝日大ラグビー部で大麻密売により3人が逮捕、福岡県の大学生による大麻所持で4人が摘発されている。警察庁によると2022年に摘発した大麻事件での検挙者のうち、20代以下は3765人で全体の7割を占める。